皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰武明です。今日もスペシャルゲストに来ていただいております。側部のセラピスト、牧さとみさんです。よろしくお願いします。はい、前回ですね、足のセルフケアお伝えさせていただきました。まだ見てない方、すごくね、重要なことをお伝えしてますのでこちら見てみてください。上に2回を貼っておきます。お願いします。はい、今日はどんなことを教えていただけますでしょうか。今日はですね、前はここの部分だけをお伝えしたんですけど、やっぱ足って、ね、立って重力がかかって、それに対して私たち足を使っていくので、この足の指先と体幹部をつなぐっていう、ちょっと感覚的な要素も入ってくるんですけども、とっても重要な部分になります。なるほど、興味深いですね。すごくやっぱり、ね、足だけ整えても足から上につながるってすごく重要だと思うんで ね、その辺の感覚をじゃあぜひ今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は足指と体幹をつなげるというのがテーマになってますので、その、基本の立ち方を今ここでお伝えします。足幅はまっすぐ平行にして骨盤幅で立ってください。はい、膝のお皿の下の部分に親指をつけて、外くるぶしの延長のところ上がっていくと、外にここの腓骨という骨が出ています。ここを見つけていただいたら、親指と腓骨は中指、親指は、膝のお皿の下の脛骨粗面というところを、押さえます。で、この、反対の足も外くるぶしから上がった骨を見つけていただいて、膝のお皿の下に固定したら、外にぐっと、回して開く感じ、こういう動きですね、をしていただいたら、この指がね、おそらく浮いて地面から離れてしまう、ゆらゆらしてしまうと思うんですが、これをですね、親指、小指、全部指つけます。まず指をつける意識をしっかりしていただいて、もう一度、外に下ろします。で、指が離れそうになっても頑張って指先つけてください。この状態から膝をまっすぐ後ろにぐーっと伸ばしていきます。この位置が膝がしっかりと綺麗なポジションになります。で、この立ち方をすると、この母子球ですね、親指の母子球が引き上げられる感覚っていうのが得られれば OK です。この立ち方は内側からアーチを引き上げることができるので、この立ち方をできるようになると、指がちゃんと、親指の先と小指、薬指外側がしっかり着地して、アーチが引き上がって、母子球がの、持ち上げられて、かかとで接地している状態。膝のお皿もまっすぐになって、内ももが締まって、お尻も締まって、お腹の腹圧まで入るという、ぐっと下が締まった感じが出来上がります。この立ち方ね、まず練習してみてください。はい、山下さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今のこのエクササイズ、すごく感覚的な良さもすごく多いかなと思うんですけど、実際にこういうところもうちょっと注意するといいよみたいなのってあったりしますか？はい、そうですね、やっぱりちょっとやり方難しかったかもしれないんですけど、この足を改善させるっていう部分が結構大事になってきて、ねじりの動作ってことですか？ねじっていただいて、でやっぱりちょっと普段膝が内に入りやすい方とかはこのポーズしづらいと思うので、そのためちょっとずつね、股関節のストレッチとかしたりして、股関節が外に開けるような、開く動きができるようになると、それによってですね、この膝を伸ばしきった時にしっかりとこの外側の小指、薬指が使えるようになる感覚っていうのがだんだん出てくると思うので、最初はね、ちょっとフラフラしちゃってできないっていう方は少しずつでいいので、ちょっとここ目指していただいて、でその開かない部分もそうなんですけど、今お伝えしたところをやっていくだけでもやっぱ改善していく部分っていうのもあると思うので、諦めずに、はい、じっくりやってみてください。
O脚だったり X 脚だったり、はい、あとは外反母趾とかにもすごくいいですね。やっぱりここの母趾球が潰れて変形するのが外反母趾で、うん、ここに重力がすごくかかって重心がかかってしまうのを内側から引き上げるっていう立ち方をお伝えしてますので、はい、ぜひ皆さんチャレンジしてみていただいて、ちょっとやり方わかんないなとか、こういう感覚で合ってるのかなっていうのわからない方はぜひコメント欄にコメントいただければですね、僕もしくはトキさんの方から配信させていただきますので、ぜひ合わせてチェックしていただければと思います。はい、では2回にわたりマキさんありがとうございました。マキさんね、インスタグラムもやっていてて、足の情報なんかも上げていただいてますので、ぜひ概要欄に URL 貼り付けておきますので、インスタグラムもチェックをしてみてください。そして猫背のアジトでは姿勢改善につながるエッセンスを配信していますので、チャンネル登録まだの方、下の猫ちゃんからよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。